エイプリルズの今井くんでーす。そしてそしてキューティーパイのまゆちゃんでございます。はい、はい、今日は何のために集まったのかというと、はい、お iPhone、iPad で遊べる音楽ゲームアプリブルーキャッチの紹介とね、うん、実際にプレイを、はい、これからね、しようかと思うんですが、うん、まずは音楽ゲームって何っていう方もいらっしゃるそこからなんですかね、うん、あの、はい、音楽に合わせてこう落ちてくるこういう平べったいお餅みたいなのをタップする、うん、それはグルーヴキャッチの中でのねだけどね、はい、はい、あのとにかく楽しいゲームです、うん、楽しいゲームですか、はい、楽しいゲームです、はい、で、あのこのね、うん、グルーヴキャッチの中には、うん、たくさんのアーティストさんの曲で遊べる、うん、実際にいるね、うん、あのアーティストの曲がたくさん詰まっていて、はい、これ日本のアーティストが多いんだけれども、うん、実はこのゲーム自体は今世界中で大人気で、なんとなんと、はい、もう大体の国の、うん、ゲームカテゴリーの中でかなり上位を、はい、すごいね、1位になったりとか、2位になっていたりとか、うんうん、日本でも今ゲームのミュージックカテゴリーで、うん、そこの資料では4位って書いてありますが、すごい、さっき見たら2位に上昇ってました。上昇中。すごいすごいすごい。消えちゃった。とにかく本当にね、あの楽しいゲームなので、はい、うん、今日は、うん、いっぱいじゃないかな。実際にちょっと見てもらった方が早いよね。そうだね、はい、ご覧いただきたいと思います。じゃあまず最初の曲は、うん、はい、ミクパイ、まずは発声練習という曲ね。はい。これは誰の曲ですか。こちらは謎のちょっとまえちゃんも、うん、まだよくわからないんですが、今ゆっぴーさんという覆面アーティスト、はい、多分この辺にね、この辺にドーンってシルエットで出てるんじゃないかなと思うんだけども、はい、この、 あの方たちがお作りになったプロデューサーとして、うん、初音ミクさんを、はい、迎えてね作ったね、その曲をね、はい、まずはちょっとやってみたいと思います。プレイしてみたいと思います。それでは、どうぞ。はい。はい。じゃあ、グルーヴキャッチを、ちょっと始めてみたいな。早い。早い。僕の曲が全然聞けない。そうなの。ゲームが、じゃあ、4つのモードがあって、うん、その、はい、またモードセレクトで選びます。はい、キーボードモード、スクリーンモード、うんうん、キャッチモードとジャイロモード、うん、じゃあこの4つの、あら、まずキーボードモードね、うん、ミュージックセレクト、音楽を選んでね、はい、はい、まずは発声練習をやってみましょうか。レベルセレクト、レベルを選んで、キーボードモードは下にある4つの押すボタンを、トレーニングを始めましょう。はい、頑張ります。コンボを50コンボ達成すると、次はちょっと伸ばしてみましょう。伸ばそうと。はい、もう一回。ミスって言ってたよ、今。はい、最後はもっと長く伸ばします。終わりがね、終わりがダメだな。そうなんだよ、うん、切れ端のところで、はい、はい、うん、気持ち早めに終わらせるというのかな、まゆちゃんの多分思ってるタイミングよりも。あ、はい、なるほど。これでトレーニングは終了です。はい、じゃあ注目のランクは、他の曲もこの調子で頑張ってね。どうかな、いくかな、
いや。ええかな。うん。いや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 。ミス五。いやいや。はい。はい。よくできました。ありがとうございます。今ね、プレイしたミクパイマザー発声練習は、うん、なんと、うん、無料でダウンロードしてお楽しみいただけちゃいます、うん、グルーヴキャッチは、うん、無料版と有料版の2種類だって、うんうんうん、ミクパイレッスンは両方とも最初から入っているので、うんうん、なんと無料でできるというね、うんうん、はい。で、やってみて、うん、おこれは楽しいぞって思ってくれたら、うん、有料のね、ぜひ買ってくれると嬉しいな、はい、よろしくお願いします。